はいどうもこんにちは、こんばんは、山猿です。というわけで最終日、国民スポーツ大会最終日なんですけれども、はい、じゃあとりあえずね、もうメインチャプター以外のミッション全部やっちゃって、もうメインチャプターもこれ以上する気はないので引いていきましょう。さあ1000、あと1000メダルあればとりあえず OK っていう感じなんで、まあマジで、うん、お、ワンチャン、あ、なかった。はい、いやでもこれ多分か、あの購入パターン入りますね、おそらく。これはメダルがどうなる、どうなる、400でしょ、うーん、もうプラス20、まあ340使ってかなって感じですね。まあ340枚使って S 級ゲットして、まあかつメダルもあと、あとちょっと、あとどんぐらい、あとどんぐらい、530、540、550、あと450か。340から324引いたらどうなる？ 16?16 枚でいけるか？はい、とりあえずこ、か、購入して、16枚で、メダルがいけんのかっつうね、話なんですけど、おっと、ワンチャンレースモード入るか、これ。あれ、ワンチャンレースモード、あ、ワンチャンレースモード入んな、これ。あれ、レースモード。あ、レースモード入った。あ、行ったわ。行きましたね、これ。行った。あ、じゃあ、とりあえず目標は達成かな。多分、コアはゲットできないけど。まあ、コアゲットできないけど、まあまあまあ。はい。あー、鍵は別にいらんなー。鍵はいらんなー。かけ2かかけ3、おーっと、かけ3来てくれると嬉しい。おーっと、かけ3来てくれると嬉しい？かけ3来てくれ、あ、終わったー。でも、かけ3来てくれたんで、鍵だけど、まあまあまあ。あ、あ、受け取る。3、はい。うわ、でかい。わお、でかいね。あ、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずこれで OK かな、僕は。まあちょっとコアね、取れなかったの、ちょっと悔しいんですけど、まあこれ以上追ったところで、うん、しょうがない気がするんで、まあ、僕は、まあ、340の S 級取って、メダル交換で終わりかな。はい、はいと、オッケー。あと175。でも交換するものが、あるっちゃあるのか。え、待って。これとこれ、同じ30なの？おかしくない？こっちだろ、じゃあ。確実に。はい、オッケーでーす。まあね、コアに関してはね、まあ、最悪ガチャすりゃいいから。ガチャすりゃ別にゲットできるし、うん、全然、うん、待ってる感じですかね。みんなどこまで行ったでしょうか？多分みんな240は目標にしてると思うんですけど、まあ、最低でも120は行ってると思うんですけどね。120は行くか。120は行きますね、多分みんな。まあ240が安牌じゃないですか、これは。340はちょっと中途半端でしたね。まあコメント欄でね、あの、メダル先に取って、あの、衣装なんかあの、ジェムと交換できるんだから、衣装なんか別に最悪取んなくてもいいんじゃないですか的なこと言われたんですけど、まあその通りなんですよね、本当に。まあ、そもそもこれの購入が高すぎるんで、そう、僕もね、考えたんですよ。考えたけど、結局衣装買っちゃったね。何なんだろうね。まあまあまあ。いいんです、いいんです、別に。いいんです、いいんです。好きなように やればいいんですよ、ゲームなんか。いや、S 級のやつも、もう38個か。意外と増えてきましたね。まあ、これはね、また強化会でね、使う予定なんで、また貯めておこうかなと思います。じゃあ最後コレクションね、最後までアップグレードして、終わりと、オッケー。なんだ、サバイバーズ、なんだ？あ、衣装変えれるよってやつね。はい、クリック。はい、オッケーオッケー。お前もね、はい、お前も帰れるよって。いいね、いいね、このマッサーヤンのこのバスケットのこの衣装、意外と合ってますよね。まあリンでも合ってるけどね。うん、はい、というわけで、国民スポーツ大会はこんな感じでした。まあそろそろ周年来るよね。何月だっけ、8月の 何日だったっけ。あ、8月8日だ。あー、なるほどね。
ドタサバイバーのリリース日が8月8日なので、まあ、このイベントの後にもう一個、まあ、5日だか1週間だかのイベントがまあ来て、でその後に周年イベントっていう感じかな。もう一個挟んでの次周年って感じかな、多分わかんないけど。まあ、なんで次のイベントはおそらく、いいイベントな気がしますね。いいイベントで課金させてからの2周年のイベントで、さらにめちゃめちゃいいっていうイベントが多分ゲームのセオリーだと思うんだけど、このゲームはどういうことをしてくるか分かんないからちょっとまだ謎ですけども、はい。まあ、多分次のイベントはいいイベント来るんじゃないかなと思います。 X とかに出てんのかな、情報。まだ出てないよね。僕今撮影してるの5時とかなんですけど、はい、そうですね、まだ来てませんね。はい、多分10時とか9時とかそこら辺に新しいイベントの詳細来るんじゃないかなと思いますんでね、まあ、楽しみにしておきましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。それじゃあ。